こんにちは。こんにちは。3の DJ ダッチです。キーボード島です。はい。今回は前回のアジサイに続きまして、7月3日にメジャー4シングルデジタルリリースされました夏ぼけについて解説動画撮っていきたいなと思います。ありがとうございます。ね、まずタイトルですよ。ね、夏ぼけ聞いたことないぞと。待ちぼけはね、有名な曲とかありますけど、確かにね、欠けてるんだね。ほうけるを組み合わさって夏ぼけという今回ね、パンチあるタイトルですけど、これね、制作秘話なんですけど、いきなり「これ夏ぼけ」ってもうタイトルありきでね、ボーカルの翔平から曲できたっつって、しかもなんかの銭湯に行っててシャワーこう浴びてる時に降ってきたって。ちょっと水やろってシャワーから降ってる水やろと思いながらねもあマジかってなって、これやばいみたいになって、フルコーラスいきなりね。そうなんですよ、フルコーラスできましたね今回は。そうで、まあ、一応そのラフアレンジみたいなイメージももらったんだけど、ボーカルのみで、僕がまずこんな感じでっていうのをトラック作って、そこからこうみんなで広げていったみたいなね、流れがあってですね。そうですね、かなりねダンスチューンな乗れる曲になったと思いますよ。3ね、夏の曲もたくさんありますけども、その中でも一番早いんじゃない？テンポ感。テンポ感もね122ね。でなんかテンションもちょっと上げめな、なんかビントバケーションとかもありますけど、ちょっと涼しい夏よりかはもう夏全開でいこうぜみたいな曲になってますけれども、ちょっと聴いてみましょう。サビとかね。サビじゃあ行ってみましょう。じゃあ一回流します。後回しさ、そろそろ本気出してくれさま、見れない子の浴衣姿、夏ぼけ夏ぼけ、ああ意識できぬ境界線よ、もうそろそろ出し惜しみはいいから二人過ごせる最後のサマー、夏ぼけ夏ぼけ、ああ何か残せたかな。はいということでちょうどいい場所でね、システムがカフカですということで。分かってるなこいつ。自動ストップモードがかかりましたけど、今回は、トラックをね、メインに解説していくということで、今回もちょっとボーカルの方々はお休みしていただいて一時ねミュートということで、後半ねちょっとこの辺も触れていきましょう。はい、まあなんてったってアイドル歌ってそうだよね踊って歌ってそうな曲ですけど、やっぱそう踊れるっていうところでね、これビートが結構メインだと思うんですよね。ちょうどこのパーツでいう赤色の部分ですかね、聞いてみましょうか。そうですね、そうですね。これがサビのベースとドラムですよね。グルービーですね。もうこの曲はこれで成り立ってると言っても過言じゃないっていう、もうこれにもうお休みいただいてるボーカルさん方が入ってももう成立すると、全然リリースできちゃうね全然いけますよ。できちゃうぐらい、もっと華やかにっていうねことで、シンセだったりとかいろいろ足してますけども、これで全然成立しちゃいますね。骨組みは今回は僕はビート組んでないんですよ。なんか全体的なサウンド部分ね、もらったデータをいじってちょっとバリッとさせたりとかボリュームとかはいじってますけど、基本はもう下村さんがこれねですね。でやっぱ夏だから踊れる曲っていうので、このキックがドンドンドンって四つ打ちだし、でベースに関してはですね、なんかほぼノリで作ったんであんまり覚えてないんですけど、なんか改めて聞いてみると、うん、そのグルーブっていうところでかなり意識はしてたのかな、無意識に。でそのグルーブっていうのが小節でいうと、まあ、1小節のグルーブと、うん、あと、まあ、4小節でこう数えるグルーブ、うん、であと8小節で数えるグルーブっていって、うん、その小節がどん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 大きくなっていって、うん、グルーブも変わってくるじゃないですか。うんうん、そうでそれをなんかこううまい感じで組み合わせていって、うんうん、作ったのかなって今思うと。うんうんうん、でさらに大きいくくりで言うともう曲のグルーブ、うん、構成っていうところでのグルーブの話になってくるんですけど、ちなみにこのバースとかの、うん、バースとかブリッジはまた違うベースの打ち方、全然ちゃいますね。 B メロを聴いてみますね。うん、うん、こういう感じでタッタッタン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 つって、でドラムはもうほぼループかな。うん、うん、でなんかこのパッ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 パって区切ることによって、うん、次のサビへの助走をつけれるっていう。うんうん、で逆にサビは結構、まあ、ロングトーンが一番最初にところどころにロングトーンがあって、うん、よりコード感が出るようにしてて、うんうんうん、響きの部分でね、そうそうそうっていうところのグルーブに関してこだわって作ったのかなって思いますね。うん、ちょっと戻しますね。シンプルなビートな分ベースちょっとこだわって作ってるって感じですよね。ですね。うん、で微妙なんですけど2番のサビのベースも違うかったり、うんうん、もちろんこのブリッジの2番のブリッジのベースもちょっと遊び入れたりとかしてて、うんうん、まあ、1番と変化をつけるっていうところは意識しましたね。うんうん、実はこう意識して聴いてないところでもそうね、変化をつけてあげると、うん、よりこうなんか飽きずにというか、うん、一番わかりやすいのはサビ前のフィルインかな。うんうん、その黄色いコーラスの手前、はい、これ1番ね。ここ、はい、で2番がタタタタ、そう1番よりちょっと勢いよくいきたいから、うん、このタタタタターンみたいな感じでいって、うんうん、細かく打ってる。そうで一番最後が、はい、転調するとこだね。最後転調するところこの辺かな。はい、今パターンを変えてるってことですね。フィルは特に目立つ部分でもあるから、うん、結構なんかね何パターンかやっぱ作って入れてあげると変化があって面白いってところですね。ですね。でまあベースの流れで言うと、うん、やっぱサビのところこれはね聞いててあこれもしかしてっていう人いないと思う。これちょっとね解説動画ならではなんで、うん、ちょっと聞いてもらいましょう。ベースサビのベースサビのベースさっきのやつかな。うん、これ実は2つ重ねてるんですよ。はいはいね。これねちょっと提案したんですけどね、ダッチがもうちょっとこう厚み欲しいなって言ってくれて、さっきのねこのベースともう一個これがちょっと違うグルーブでこの2つのサビで2つのベースでこうグルーブを出してるっていうところですね。これね分かんないよね。これはそうね、うん、分かりづらいというか、まあ、自然な感じで入ってきたりサビの部分だけ来てるっていうのもあるんで、うん、あんまり耳をなんかインストとかやったらね割と聞こえてくる音かもしれないですけど、なんか最初こうこれがなくてこれの、同じような打ち方で多分パッド系が入ってたのかな FM かなこれかな。同じ打ち方で多分これだけちょっと聞いてもらえますか。そうそうこれこれねこれね。最初サビもこれだけだったんですけど、なんかサビのこう厚みというかそういう部分でちょっとこうもう一つオクターブ下の音、今聞いてもらったこのサブベースあった方がなんかサビのドーンっていうところの、うん、あの盛り上がりで厚みが増すというか、これ出した方がいいんじゃないかっていうことで、これじゃあありなしパターン聞いても見てもらいましょうかね、うん、これじゃあないサブベースがないバージョンの一回サビ聞いてもらいます。これだけでもね、これイヤホンとかね、うん、こう密閉型のヘッドホンだったりイヤホンしてるとよく聞こえるんですけど、これオンにしてみます。ちょっとやっぱりこう、うん、なんか下がね、根が張って、うん、こう土台がしっかりしたというか、うん、これでこうちょっと厚みを増してるっていう、うん、これ結構一つポイントかもしれないですね。これね、かなりポイントですね。ここはね、なんかサビですみたいな、うん、こうなんか音圧感というか、うん、だね、結構これでなんかパチッときたなっていう部分ではありましたね。うん、ね、まあ以上ですね。サウンドで言うと、あとベースのつながりで言うと、うん、一個このインタールードの入る手前のここだけちょっとトラップっぽいビートになるんですよ。2番のサビ終わり。そうです、一回流してみます。ここです、ここ、うん、テレビつけてアイス食べてまた明日のところ、うん、ここのトラップのところも、まあ、ビートもちろんその打ち方ね、うん、もちろん違うんですけど、うん、ここも最初ベースの音が1種類だけだったんですけど、うん、ここだけやっぱちょっとトラップっぽいベースというか、うん、なんか寄せた方がより、まあ、たった2小節ですけどかっこいいんじゃないかっていうことでちょっと歪ませたりしてるんですよね。おはい、はい、で元はこうです。なるほど。ここだけちょっとやっぱウィンウィンウィンでこう、うん、ちょっと音が違うからって言って、ちょっとここのね、これで言うとビートクラッシャーとかかな。うんうん、違うのはね、うん、ビットクラッシャー、これちょっと歪みが出て目立ってくるというか、はいはいはい、ちょっといかつい感じになるみたいな、こっちの方がよりこうビートも立ってくるみたいな感じで、まあ、たった2小節ですけど、うん、そういったこだわりをちょっと入れてるって感じですね。これも一番最初のデモの段階でこういう感じだったんですよ、ボーカルが3連だって、でまあそれでこの3連にしてほしいみたいな要望があったんで、トラップ面白そう、2小節だったらなんかいいなと思って、ここもねちょっとビート変わったりとか、そうね、これもちょっとビートだけ聞いてみたいな、一回流しますね。はい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 、ここも一発だけ微妙にリバーブのクラップ入れて、多分ディレイとかで余韻を残してるって感じですかね。パン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 つって、そうそう、うん、次のここのインタールード後のつなぎを意識してちょっと残響音を足してるって感じですね、うん、これなるほどね。うん。うん、ですね。これ足立マジックですよね。細かいところ。細かいだからね。で、ディスコ、サンプルビートで鳴ってるのも。これか。うん。これもだんだんフィルターがかかってるって感じですね。こもっていっドアウトしていくみたいな。そうね、一番最初もこんな感じで始まるじゃん、うん、始まりますね。で最初テレビをつけた音でなんですよ、はいはい、これね今知ってる人少ないと思うんですけど、うん、昔のテレビ見たことある？実際。いやないね。おばあちゃんちとか実家ない？そうそうそう、あのチューニングしてカラーを合わすテレビでチャンネル変えるときになんかザーってなるんよ、っていうのを昔のテレビをイメージしてサウンドデザインしたんですよ、ね、うん、一番最初。これだけ聞いてみます、うん、ここのパートでいけるかなあ。ちょっと待って、一番下のテレビってやつも、一番下のねテレビってやつも、もっと下、これかな。それそれそれ、これですね。要はこだわった部分。そうそうそう。ちょっとアップしておきますね。これテレビつけてザーって、はいはい、ノイズとかノイズ、うん、ザーってやつで、スイッチってやつがポチンってやつ、これですね。そうそうそう。でっかい特にそのノイズ音が大事ということですね。そう、これチューニング中ってことではい、はい、男の人の声が入ってたりとか、はいはい、女の人だったり笑い声とか入ってるのは、あのチャンネルが変わってるっていうイメージして作ったんですよ。でイントロはチャンネル変えて、うん、でチャンネルが夏ぼうきにあった瞬間に曲が入る、はいはいはい、でコーラスのところ、2番終わり、そう、はい、こっちはノイズ入ってるけどちょっと見てほしいんですけどね。はいはい、ノイズ入ってないねでもなんかノイズ入ってるな。はいはい、これイメージで言うと、はい、さっきチャンネル変えて変わったけど、うん、チャンネル変えても変わらないっていう、うん、でバックでねパイヤパッパッパパイヤパーって流れてるじゃん。だからパイヤパッパの呪いってね僕は呼んでるんですよ。チャンネル変えてもあもう夏ぼうけのコーラスが離れないみたいな、ずっとループしてるみたいなね。そう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 、ありますあります、うん、寝る時にずっと鳴ってるみたいなそうもう忘れられんパイヤパッパの呪いがずっと鳴ってるってことですね。一番最初にアレンジしてた時に僕がかかってたんですよ、はいはい、パイヤパッパパパイヤパーがこれ入れたろうと思って、はいはい、はい、そう、なるほど、こういう意図があったんです、うんうん、実は。でね、最後はまあ普通にテレビ、うん、チャンネル消して終わる、うんうん、ザーチュインっつってこっちね。そう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 、はいはい、終わりました。番組が終わりました。でまあ5分ぐらいの番組、うん、音楽番組で流れてるっていうイメージですね、はいはいはい、うん。まあでも結構シンプルですよね今回。シンプル、そのベースとビートかリズム、うん、まあもちろんシンプルですけど、うん、でコードもシンプルなんです、うんうん、ちょっと一回ピアノ解説してみようかな。ピアノもバースから、うん、ローズの打ち方によってもまたこう疾走感とか変わるよね、はい、ということでね、なんかパッと聞いてボーカルなくても夏ぼうけ夏ぼうけって言ってる部分が分かるように、うん、ボーカルのやつとシンセを一緒にこう重ねてユニゾンで鳴らしたりとかね、してましたね。で基本的にもうコード進行がねループなんです。これちょっとコード出します、これがねずっとループなんですけど、さっき言ったブリッジのところ B メロのところがこういうコード進行になってるんですよね、マイナーから入る。そう、こっちでちょっと弾かしてもらいます。あ、間違えたタンタンそうそうそう、このね入りから違うんだよね。でサビはちなみにどういうコードを弾いてるんですか？サビとバース。サビいきますよ。はい、っていうね。でこれ夏ボケってさ、最初翔平からもらったそのコンセプトだと、明るい曲調にしたいけど、歌詞自体はその待ちぼうけと夏を重ねてるから、あの夏を恋しいっていうことでどっか切なさのもあるじゃないですか。っていうのでコードはこの G フラットメジャー7の次にマイナーにしたんです。これだけ聞くとちょっと悲しい、なんか切ないじゃないですか、夏の終わりみたいな。で次にちょっとなんかこうまろやかな感じ、でここ多分普段だったらこういうコード進行をつけてたんですよね。いきます、サビね。後回しさ、そろそろ本気出してくれさま、見れないあの子の浴衣姿。そう、ここのコードをいつもだったらこういう悲しいコードにしてたんですけど、一回も最初にこの悲しいコードを使ってるから、で次も どっちかというと暗めのコードだから、次はマイナーにするのをやめて、マイナーなんですけどここ、ベースをルートを変えると、なんかちょっとこう浮遊感のある感じにする、っていうのでこの曲自体の、印象をちょっと操作してる。そう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 、盛り上がるけどどっか切ないポイントが感じられるっていうのを、コード進行でいうとこういうところで表現できたのかなっていうふうに思いますね。この辺は普通に盛り上がっていく階段みたいなよくやるやつ、です。でどっか変化つけたいからブリッジでコード進行ここだけ書いてるっていうね。Bメロね。はい。なんですよ実はね、いや分かります分かります。だから結構そのコード自体も、やっぱ曲をもう最もイメージづけるものだったりするんで、そこもやっぱりこう曲ごとによって変えてるし、あと極力こう3人のイメージが一緒になるようにしもがね、いつも結構こうアレンジコードを考えてくれてるって感じなんですけど、ですね。で基本的にダンスミュージックにする時はコード進行はループにしてるんですよね。ビートがメインだから、コードはあんまり動かない方が乗れるかなっていうので、でもうやっぱりそのさっき言ったグルーヴの話で言うと、そのサビのグルーヴがあるけど、もっと大きくくりで言うと、この曲全体のグルーヴを作る上ではやっぱり変化っていうのが欠かせないから、ここのねインタールードのここ、テレビを消した後、そうこの部分は全然変えましたね。でもともと宇宙に行ったようなアレンジにしててね、ずっと四つ打ちでね、アルペジオはタカ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 タって鳴ってるようなねそうエレクトロな、全くもう異次元に行ったね感じだったけど、世界観はちょっと統一した方がいいのかなと思ったんで、これは翔平のアイデアでこんな感じどうっていうのでねできたのがこちらです。テレビ消した後ですね。ありふれた時間がこんなにも幸せと、いつまでも僕らは気づけていなかったんだ。ほどほどにしないとのわがまま、針を刺せば割れてしまいそうさ。愛想をつかされてしまう前に、はいはいはいね、全然違う感じになりましたね、うん、ここが一番変わったっすね、多分今回のアレンジで言うと。だね、そうだね、うん、でまああとどうしようかっていうところでもうさらにこの磨きをかける、うん、ニス塗りの状態ですよね、うん、のところで僕たち3の、バックでコーラスをしてくれてる、うんゆきこさんにですね、うん、ちょっとコーラスをお願いしようってことで、うんコーラスをね入れてもらいました。そうですね、今回ね、はい、これちょっとどんな声かね、パイヤパッパ聞いてもらいましょうかね。パイヤパッパだけ、はい、はい、はい、いきます。パイヤパッパパパイヤパイヤパッパパパイナッパパイヤパッパパパイヤパイヤパッパパパイナッパパイヤパッパパパイヤパイヤパッパパパイナッパパイヤパッパパパイヤパイヤパッパパパイヤ。こんな感じで、はいはいはい、うん、ね、同じところでもこうやってね2本取って、うん、左と右で、うん、位置をね分けて、うん、いやなかなか乗れる曲で、うん、早くライブでしたよね、これもしたいっすね、うん、なんか結構その上物とかもこの後の最終調整で、うん、結構その出したい音、うんまあでも「ドゥーン」みたいな一発入ってくる音とかもう結構うるさいかなって思うぐらい上げた方がそのサウンドの中にもなんか凹凸ができてこうなんか聞き応えになるとかこう 2D なサウンドじゃなくてこう意外とこううるさいかなぐらいの方がこうサウンドの聞き応えが広がるというか、結構今回はシンプルだったんでそういったところを多く見てましたね。はい、はい、フォースシングル「夏ぼうけ」の、はい解析動画でしたけどね、かなりまたマニアックな回になりましたね、はい、そうですね、うん、まあなんか言いたいことあんのかい。そうですね、うん、まあこれを見ている方がね、うん、どれぐらい理解をしてくれてるのかっていうのはわからないですけど、うん、まあ、うん、なんていうかこれを見て、うん、もしかしたら、うん、こう自分もあそういう技やってみようっていうね、なんていうか自分もこう音楽やってるっていう方もね、うん、見てる、はい、くれてるかもしれないんで、なんかね底上げというか、うんうん、僕らも海外のアーティストさんがこういうね解説動画やってるのを見て、うん、結構技をこう盗んだりとかしてるんで、ね、なんかねそういった意味でもなんかこの動画を見る意味になってくれてたら嬉しいなって思ってます。なるほどね、はい、で夏ぼうけリリースしたんですけど、あともう一曲もね同時配信されてるんですよ、はい、今回はね、うん、解説動画はしないですけどしないですねそうね、はいはい、シングルのね、うん、A 面だけということで「The Sound of Summer」っていう曲をね、うん、こっちもまあやりましょうか。ちょっとタイミング見てやりましょうね、うん、来年の夏とかね頃をもう一度的なねテーマありますから、うん、そう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 、まあ、あるんでね、こっちはこっちでね、うん、また夏ぼうけと違う夏を描いていてね、うん、面白いですね。はい、2曲あるんで、うん、ぜひそちらも聴いてみてください、はい、ということで以上夏ぼうけの解説動画でした、うん、またね